痛い。どうも、ピープルゲットレディの田尻です。おとといの夜なんですけど、自分がですねいつもお世話になっている、整体院さんにね、ちょっと実は行ってきたんですよ。あの温泉に行った翌日なんですけど、広瀬整体院というところはもともとお客様で、オーナーのね広瀬さんなんですけど、うちにお買い物に来ていただいていて、そこからねお知り合いになったんですけど、なんとねお年がもう65歳、現在ね65歳でいらっしゃるんですけど、あの今の現時点でもですね空手とボクシングをやってるという、もうめちゃめちゃ強いめちゃめちゃすごい人ですね。今お写真に写っているのが広瀬さんなんですけど、もうほんとねもう胸板も厚いし腕も太いしで、もうすごい体なんですけど、こちらのね広瀬さんが、営んでらっしゃるのが広瀬整体院なんですよ。でもともと自分はですね整体院とか整骨院ってやっぱり割とね同じ意見の人いらっしゃると思うんですけど、どういうところかわからないからちょっと怖いなというかね、なんかこう無理やりこうね骨をこう曲げられて逆に怪我でもしたらどうしようみたいなのもあって、なかなか足がねあの向かない人いらっしゃると思うんですけど、自分はねあのお客様で来ていただいてた広瀬さんのまあお人柄も知ってたので、ちょっとまあ一回ねちょっと行ってみようかなと。で昔あのマラソンに出てた時があって、熊本城マラソンですね。でああいった走り込みした後とかにどうしてもね体がもうボロボロになっちゃうんで、ちょっと広瀬さんのところにお世話になったりしていたんですけど、もうその時からね、あ整体ってこういうものなんだという感じで、今までこう知らなかったものというかですね、まあ簡単に言ったらね筋肉、もう本当に凝り固まった筋肉をもうしっかりとこう押して筋肉をほぐすみたいな、シンプルに言ってねもう本当そういうことだと思うんですよ。筋肉をほぐして、まあ、血流を良くしてこうね体の疲れを取るみたいなね、体の痛みとか疲れを取るようなことだと思うんですけど、広瀬さんが大事にしてらっしゃるのがこうただ気持ちがいいなで終わるだけのリラクゼーション系の、まあ、マッサージというか、例えば30分こうねあの音楽が流れてるところでこう足とか腰とかをこう揉んでもらって、あ疲れが取れた気がするっていうのは、広瀬さん的にはこうすぐ結局2日も3日もすればね戻っちゃうというか、あのあくまでも気休めでしかないかなと思うっていうところなんですよね。で広瀬さんはもう本当にねアスリートの方とかも利用されるような筋肉をほぐさなきゃいけないんで、もうちょっと痛いっていうところまでグッとね押し込んで揉みほぐすというかですね、施術をしていただくんですよ。だからねこれから動画で見ていただくんですけど、自分もかなりね、絶叫を上げる瞬間があるぐらい痛いんですけど、やっぱりね終わる頃には体がねこう筋肉がほぐれてくるというか、同じことをされても最初ほどの痛みがなくなってくるんですよね。であの終わる頃にはね体がもうポカポカしてくるような感じで、血流がこう上がってるというかね。で2日目3日目、その施術していただいて2日目3日目ぐらいにはもうほんとねなんか体がちょっと軽くなるのをいつも感じるんですよ。だから日頃のストレッチとか、もう絶対大事なんですけど、どうしてもねこういった年末の時期とか重なった仕事で疲れた時とかには、利用するのもいいかなと思ってですね、自分はいつもお邪魔するようにしています。ちょっとね前置きが長くなりましたけど、私がですね痛みをこらえながら、施術を受けている様子をどうぞご覧ください。急にちょっと疲れが溜まってる感じなんですよ。最初腰が痛かったじゃん。この段階でもうこの段階でもう絵になりますよ。これ演技じゃない。この段階でもう絵になるから。あんま痛いって言って動かないかもしれない。でもね、ああ、今温泉も入ってきたんですけどね。痛い。上木ですよ。上木の方、山形の上木の大丈夫ですかね。あれほら、はい、ねあそこから上木温泉すぐだけですね。そうなんですよ。羨ましいと思って。そうなんですよ。20分ぐらいですね。ね
今年になったらですね、はい、遠くに行くのが嫌なんですよ、やっぱりですね、うん、で行ってお風呂入ってまた結構帰ってくるんですよね、そうそうそう、それがね、それで寝れるならいいけどね、それがもう、ね、もう年取っちゃったそれはあるんですよ、うん、なんて言うんですか、ここ今押してもらってた場所は。ここ、こう、まあ、で、電動というか、もう、お尻。ここの腰とかに来るというか、まず、この斜めの、この筋肉。はい。これ。この筋肉。うわっ。その時間が長いっていうのは、ね、あ、そうね。そうね。あと、バスケットね、昔の、まあ、残ってる。いや、立派立派、アスリートなんで筋肉いやいやいや